マイケル・ジョン・ドナルド・コリンズは、オーストラリア連邦オーストラリア首都特別地域、キャンベラ出身の元プロ野球選手。宇藤右打ち。現在は、MLB のヒューストン・アストロズの星コーチを務める。2001年にアナハイム・エンゼルスと契約して、プロ入り。2006年開幕前の3月には、同年から開催される、ワールドベースボールクラシックのオーストラリア代表に、選出された。 2007年オフの11月には、日豪新前野球日本代表最終強化試合のオーストラリア代表に選出された。2009年開幕前の3月には、第2回 WBC のオーストラリア代表に選出された。2010年オフに、母国オーストラリアで行われている、オーストラリアンベースボールリーグに参加し、キャンベラ・キャバルリーでプレーした。 2011年オフもビールのキャンベラ・キャバルリーでプレーしたが、この年限りで引退した。2012年オフからはビールのキャンベラ・キャバルリーで監督を務めることになった。このシーズンはチームを優勝に導いた。2013年は第3回 WBC のオーストラリア代表コーチを務めた。オフの11月には2012年オフに、 キャバルリーが優勝したため2013年のアジアシリーズに出場した。ここではビエル全初の優勝をも成し遂げた。また、毎シーズン同様にキャンベラキャバルリーで監督を務めた。2014年オフもビエルのキャンベラキャバルリーで監督を務めた。2015年2月13日にサンディエゴパドレス参加の A 級レイクエルシノア、ストームで監督を務めることとなった。 2018年にはヒューストンアストロズのブルペン手を務めた。2019年シーズンからはアストロズの星コーチを務める。バッティングセンスに優れ、一類手種や三類手種として出場することも多かった。ありがとうございます。